皆さんこんにちは。スクイズ速報です。昨年横浜 DeNA ベイスターズに電撃入団し、日本のプロ野球界を大きく沸かせたトレバー・バウアー選手、メジャー復帰か、日本に残るのか、今後の去就に注目が集まっていましたが、先日 SNS 上での発言が発端で日本で炎上、さらにメジャーでも門前払いを食らっているようで、去就が不透明な状況に追い込まれています。このままでは引退の可能性もあると言われていますが、その中でこの状況の中でもホークスが獲得に動くのではと噂されているようです。果たしてホークスが獲得に動く可能性は。そこで今回はバウアー選手のホークス入りの可能性についてご紹介していきます。メジャーで通算83勝を誇り、2020年にはサイ・ヤング賞を受賞したバウアー選手、そんな選手が昨年 DeNA に電撃入団し、大きな話題となりましたよね。日本では当初打ち込まれたりしたものの、すぐにアジャストしエース級の活躍を見せ、途中怪我で離脱したものの、19試合で10勝4敗防御率 2.76 を記録、中4日で登板し好投を続ける。気合のこもった投球と立ち振る舞いはファンを多く魅了し、一気に人気選手となりました。今年も日本でプレーしてほしいという声も多く届いていたバウアー選手。しかし先日 SNS での発言が問題視され、一転して居場所がなくなりつつある状況に追い込まれています。ことの発端となった事案は、米海軍のリッチ・アルコニス受刑者が2021年5月に静岡県富士宮市内で起こした居眠り運転による死亡事故でした。駐車場に突っ込み2人を死亡させたとして逮捕され、自動車運転処罰法違反、過失致死傷の罪で禁錮3年の判決を受けています。その後昨年12月に米刑務所へ移送され、今月12日に仮釈したことが報じられると、バウアーがウェルカムホームリッチ、おかえりリッチと SNS 上でメッセージを送ったのです。このコメントに、バウアー好きだったけど失望した、遺族のことを考えず無神経すぎる、 DeNA ファンです、悲しみに寄り添えない人はもう戻ってこなくていいよ、などと怒りや批判のコメントが殺到する事態となりました。スポーツ紙デスクは、この事故は日本と米国で報道のニュアンスが違う、アルコニス受刑者が高山病で意識を失っていたと主張し、米国で同情的な見方が高まりました。裁判当時ドジャースに在籍していたバウアーは、彼の家族がドジャースのファンだったこともあり、アルコニス受刑者を擁護する姿勢を示していました。仮釈放を喜ぶ感情を素直に出してしまったのかもしれませんが、遺族の心情に思いを巡らせれば控えるべきだったと語っています。批判が殺到し、バウアー選手は事の重大性に気づいたのでしょう。自身の YouTube のコメント欄で、私のコメントが無神経に映ったことは理解しております、お帰りなさいと言ったのは、ただお父さんが恋しい子供たちの気持ちになって考えたからです。日本国民や愛する人を失った家族に苦痛を与えるつもりは全くありませんでした、深くお詫び申し上げますと謝罪しました。しかしバウアー選手は、日本でのイメージが良かっただけに、この発言に落胆したファンは多くいました。 DeNA ファンから今季も残留を熱望する声が上がっていましたが、この一件で評価は反転、今では戻ってこなくていいとさえ言われてしまってます。またバウアー選手はメジャー復帰の思いが強く、米国でのプレーを模索していましたが、今のとこどこも契約がまとまっておらず、門前払いを食らっているといいます。米国に駐在する通信員はシビアな見方を示しており、バウアーはメジャーに戻ってくれば2桁は勝てるでしょう、ただ獲得に名乗りを上げる球団があるかというと厳しい。好奇心旺盛で決して悪い人間ではないが、感情を制御できない一面がマイナスに働いてしまっている。過去にチームメイトや首脳陣と衝突したり、プライベートでの女性トラブルがあったり、良くない印象を与えている。米国ではチームの輪を乱す選手が嫌がられます。33歳という年齢を考えると、
各球団は長期間活躍できないと判断して、獲得に消極的なのでしょう。メジャー復帰が厳しい状況となると、今年も NPB でプレーする可能性が濃くなります。DeNA を自由契約となったものの、残留交渉は続いていることが報じられており、最有力候補となっていましたが、今回の事件で、それも白紙になる可能性があり、日本でのプレー機会も失ってしまう可能性が浮上。このまま引退する可能性すら出ているというのです。このようにソース感を食らいそうなバウアー選手、その中で手を差し伸べるのではと言われている球団があります。それが福岡ソフトバンクホークスです。ホークスは先発投手の層が薄く、昨年は規定投球回に達した選手がゼロという状況に陥っています。絶対的エースが不在で、候補が多いだけでイニングが食えない、そんなチーム状況なので、バウアー選手の存在はチームにとっても欲しい存在でしょう。またホークスは無期限停止中の山川選手、米国で DV 事件を起こしたオスナ選手を獲得してます。いずれも他球団でのプレーを経て獲得していますが、選手として問題なさそうなら獲得に動く可能性も十分ありそうです。山川選手の獲得時に王会長は、我々としては野球界で生きていく力を持っている人がその世界で生きられないような世界を作ってはいけないと思う、かなり社会的な制裁も受けて本人も反省している、挽回するチャンスを与えていくべきだと思います、チャンスがあるならそれを手にするのは当然のことだと思うと話していました。この論理はバウアー選手にも当てはまるでしょうし、全くのノーチャンスとは言えないでしょう。では実際に獲得する可能性はあるのでしょうか。先日の通り、獲得してもおかしくないとは思いますが、福岡のテレビ関係者は FA の人的保障をめぐり、功労者の和田剛がプロテクト枠から漏れていたことが報じられ、貝野博が西武に移籍したことは大きな波紋を呼んだ。批判覚悟で山川を補強したので、バウアーが NPB 残留を検討しているなら獲得に動いても不思議ではないけど、これ以上波風を立てる補強をしますかねと、やや懐疑的な様子。とはいえ、ここまで炎上している以上、ホークスにとってはもはや今更な部分もありますし、何より優勝のために何でもするといったスタンスのチーム、バウアー選手の去就がこのまま決まらなければオファーを出す可能性は十分あるでしょう。スター選手から一気に転落してしまったバウアー選手、果たして今年も日本でプレーすることとなるのでしょうか。今後の去就に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。